自分主体で掴み取っていくものですよと。 大学のゼミってそもそもどういう場所なんですかまあまず授業って皆さんまあなんか教えてもらうっていうことでずっとやってると思いますけど、まあ、大学のゼミっていうのは一緒に考えましょうみたいなところなんで答えは暗記してくださいって話ではないですと。まあ例えば えっと、この本をみんな読んできて、それぞれ意見をディスカッションしましょう、みたいなこととか、それって別に答えがどっかにあるわけではなく、まあお互い、俺はこう思ったこの点は、いや、俺はそうは思わない。この点で違うと思う。みたいなその議論を戦わせて、教授がこの点はこういう言い分があってとか、まあいろいろこうより詳しいことを言ってくれたりして、ああ、なるほど。そうすると、まあどっちかと言うとこっちってことですかね、みたいな。 んで、そうやってこうみんなで作り上げていくと。なので、えっと、サボってるとついていけないし、あんまあ面白くないまま終わるっていう感じのものですと。で、まあゼミにも、まあ他にもいろいろあって、まあ例えばこうプロジェクトっぽく一緒に、なんだろう、一つの企画を作りましょうとか、こういう議論をした上でここで発表しましょうとかありますし、 なんかこういうコンテストに出しましょうとか、それに向けてみんなでチームで作っていきましょうとか、まあいろんなタイプがありますけど、まあそうじて、え、みんなで作るだし、答えはない。それをこう議論だったり、プロジェクトを一緒に進めていくことによって、振り返ってみると、こういうことが自分のものになったな、ゲットできたなっていうふうに感じられる。 もちろん、なんか、そういう、こう、友達ができたりとか、まあ、関係性が生まれたりみたいなこともありますけど、まあ、学びとしては、自分主体で、チーム主体で、掴み取っていくものですよと。で、そっちの方が僕は、楽しかったんで、よく頑張ってました。具体的に杉山くんは、どんなゼミに入って、どんな感じで楽しかったのか教えてもらえたらと思います。一つは、読み破る政治学っていうのがありまして、一週間に一回、課題図書が出ます。 しっかり分厚いやつみたいなのが出ますで。これいろんなジャンルに紐づいてるんだけど、まあ政治学っていう目線で、まあ、見れるような課題図書だと。なのになんか小説が出てきたり、本当みたいなことを思いながら読んでみるのは確かにと思ってみたり。で、それを一つのペーパーにしてくださいと。要は、えっ、ー、と、まあ紙で提出してくださいと。読書感想文のもうちょっとすごいやつみたいなやつですけど、まあそれは単なる感想じゃなくて、こういう論点があった。 とかえ、俺はこう思うとかっていうのをこう出しながら、みんなで話して面白そうなポイントをちゃんと自分で見つけてきてください。っていうようなやつですが、なんかもう人によって全然観点違うし、あそうも読めるか。みたいなこととか。あなんかそんな議論もこの本からできるかみたいなことはすごい。楽しかったなぁと。あとは税と社会保障の一体改革っていうのが今もまずっと問題ですけど、あれはえっとまあ、税金をなんとか上げないとやって。いけ 特に年金が払えませんみたいな話に対して政府はどうやって頑張ってるんだろうどうやるべきなんだろうみたいなことを政府側の人ともインタビューで,できたり学生の方でもいろいろ調べながらいやなんかこういうことが提言できるんじゃないかみたいなレベルでまあ頑張って話してみて一つにまとめてみてとかいうことをしてたりいろいろありましたけど。 すごく楽しかったですね。ま結局その自分の興味のある分野に対して同じように興味のある仲間とめちゃくちゃ興味があって詳しい教授の人だったりとかその周りの偉い人とか普段会えない人とかと一緒に話して一緒に考えを深めて一緒に学べるっていうのが楽しいゼミのいいところという風に思ったんですけどいかがでしょうか。そう思いますで僕があのちょっと後悔していることはいいとこ取りばっかりしようと思ったんであんまりこう深入りせずに まあこんな感じね。まあ来期はいいや。みたいな。じゃあ運営側までやるのはまあいいかな。なんかお得じゃないし。みたいな風に思っちゃったところがあったんですけど、やっぱ何かをマジでやりきるっていうのは、まあやってもよかったんだろうな。さらに言うと、えー、卒論とかって、まあ一つのこう、これを突き詰めて一つの文章にちゃんとするんだ。 これもなんか、まあゼミとは違いますけど、えー、まあ自分で問いを見つけて、まあみんなとも議論しながら、先生とも議論しながら、一つやりきるっていう話で言うと、僕はまあその体験はせずに、そのまま卒業してしまったなと思っていて、なんか何かをこだわってやりきるっていうのも、それはそれで、それでしか得られないものがあるなって思ってます。